集まったようだなテトラくんはい大丈夫だ力を合わせれば必ずありがとうございます私は2つのことを決めました1つは私の罪を告白することもう1つは罪を背負って進むこと まず一つ目からお話しします私は皆さんにこう言いましたもし皆さんが壊されてしまってもバックアップから復旧することができるとしかしそれは嘘です壊れてしまえば最後二度とは戻りません私は嘘をつきました <laughs> そそんなじゃあ,あの子はひどいテ童ラ様を信じていたのに <laughs> 私は皆さんを率いる存在でしたそうあるべきでしたしかし私は皆さんを守ろうと。 そればかり考えて結論から逃げ出しました新たな世界に救いを求めそれでもなお迷いました怯えていました立ち向かうことを遠ざけていましたごめんなさい私は悪い機会ですそして悪い存在です テトラ。二つ目についてお話しします私は自らを悪い存在と認め己の信王回路にある恐怖を知りましたそんな私にある方が教えてくれました恐怖を憎悪に憎悪を力に変えるのだととても悲しい瞳で 教えてくれました皆さん私は罪を犯しましたそしてこの罪を背負うと決めましただからだから今日この日をもって私はベルフォメットに全面攻勢を仕掛けます戦いますこのアイアロンの支配者と ベルフォメットは強大で残酷です歯向かえばあらゆる手段を用いるでしょう壊れるでしょう私も敵も多くのものが壊れてしまえば最後二度とは戻りません戻すことができるのはベルフォメットだけですがそれを行うはずもありません 一つの命ですそれを私と共に使ってはくれませんか共に戦ってくれませんかどうかお願いします <laughs> <laughs> 戦います J3J2 が。 I.O. が帰ってこないのだと知って、私は悲しい。神王回路が痛むのです。悲しみを否定したい、そう思います。ですが、否定してしまえば、J2 と I.O. が壊れたことも、否定してしまうとも思うのです。結論として、 私はこの悲しみを肯定することにしました。憎しみに変えることで、そしてその憎しみを力に変えることで。はい。ありがとうございます、J3。俺は行く、戦いたい。このまま少しずつ壊されるより、に、いっそ。 私も行くわあの子のためにも <laughs> 俺は怖い壊れるのなんて嫌だそうね壊れてしまえばもう戻れないんでしょさてユリアス・フォルモンド 君が望んだ展開がようやく訪れたのではないかな楽しんでくれたまえよ。我が妹の演目だ。ふん、まあ、期待はしているよ。姉様、私、姉様の役に少しでも立てるなら。ルナも一緒だよ。一緒って。 決めたもん <laughs> うんありがとうルナ君はどうする聞くまでもないかもしれないが顔に出るタイプじゃないんだけどわかるさ彼女が心配なのだろう君の存在は心強い共に行こう もちろんよ共に戦う道を選んでくださった皆さんありがとうございます違う道を選んでくださった皆さん待っていてください約束はできませんしかし誓いましょう必ずベルフォメットを打ち倒すと皆さんの未来を守ると 反乱を開始します